消費税を凍結すると、その年次の実質成長率は何にもしなくても 10% 上がります。でその時には物価は据え置きになってますけど、名目 GDP が上がってきますから、そこからもうあのいい方向にスパイラルがどん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 回ってですね、経済は瞬く間に成長していきます。中国なんかにも負けないですよ、消費税。中国に負けない、負けないですよ、あんな国に。別に皆さんこんにちは、松原仁です。今日は京都大学の藤井聡先生をお招きして、アメリカの、アメリカの景気っていうのは世界に伝播をする、そうですね、このアメリカの景気についてバイデン政権の景気対策、ご評価を含めてお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイデン政権が、最初の100日っていうのが、そろそろ終わるわけですね。そうですね、羽根期間。この100日が勝負だって普通に言われてますが、この100日、特に先生は経済という観点で見て、これどういうふうに評価してますか？いや、私はこれはその経済という政策に関しては、一定評価してますね。やっぱり100兆円の、200兆円ですね、200兆円の予算をこう決めたというのはですね、これトランプの政権の時代にそれなりにやってましたですから、そこで追加で200兆というのを決めたというのは、これは非常に大きな意味を持つと思いますね。これ、それだけ財政出動するということはですね、バイデンさんの頭の中は MMT ということですか？ですね、多分カーネン自身は MMT ということを理解しているかどうか別ですけれども、ただもうアメリカの世論の空気自体がですね、非常に MMT 的にこうなっているというふうに言えると思うんですね。それもうちょっと詳しくお話ししたい。それはですね、もう最初 MMT を言っていたのは、オカシオコルテスっていうの若い国会議員、下院議員だったんですけど、だけが言っていたわけでありますけども、サンダースもですね、そういうことを民主党の中ですごく言っていた。サンダースも MMT だ。かなり MMT 的ですね。で、アドバイザーとして MMT の、ケルトンなんかもいろいろアドバイスしていましたから、民主党の中はかなりですね、MMT の思想、国債というものは、貨幣の供給というものは借金ではないと。借金というのは貨幣の供給なんだと、ポジティブなものとして、借金の債務が増えるのはダメだとかっていう話ではなくて、貨幣供給なんだと認識が広まってきて、これ共和党も同じような発想があったんじゃないですか？共和党の方にはですね、MMT という概念は必ずしもないんですけれども、選挙の過程でですね、サンダースあたりが非常に超積極財政を言っているとですね、クリントンはもともと全くそういう発想なかったんですが、サンダースに勝たないといけないということで、MMT とほぼ同様の主張をしだしてですね、これはもう4年前ですね。これ民主党の中ですね。そうですね。で、もう ここでクリントンが勝ち上がってきましたから、もう引き下げられないですから、でも MMT 的な内容で選挙を戦います。サンダースってのはなかなかその意味では、面白いチャンスですね。そうです、そうです。彼によって地殻変動がアメリカで起こったと言っていいと思います。大統領候補にはならなかった。ならなかったけども、はい。でそうやってクリントンと戦うときに、やっぱりそのこっちが100兆とか200兆とか言ってると、トランプはもともと労働者のためにって言ってますから、うちもそれやるよと。トランプなんかもともと民主党でしたからね。そうですね、はい、そういう格好でですね、4年前の選挙からかなり MMT の影響下で選挙が行われたんですね。で今回トランプさんとバイデンさんとの戦いのときに、コロナで大不況になってますから、どっちも大型景気対策をやるということになってますから、これは結局MMT の思想というのは、国債発行というものを悪いものと見なさないということですから、特に国債を自分で日銀特有みたいなのは、借金だって利息はつかないんですか？そうです、そうです、そうです、単純に通貨供給量を増やしてるだけ。そうです、そういうことですよね。単にそれだけです。でそういう思想で、要するに国債発行 の, 歯止めというか、その抵抗感がないと、でそういう抵抗感のない状況になってますから、そういう意味では MMT の思想に基づく大統領選挙が今回も行われたと言っていいと思いますね。なるほどね。そうすると、これヨーロッパの国々はやっぱりちょっと硬いですか？ドイツなんかこれに関しては、ドイツに関しては一定硬いんですけど、ただヨーロッパもですね、去年の3月20日の時点でですね、財政規律の凍結宣言というのを行ってですね、ね、はいはい、でこれがですね、国債発行についての要するに抵抗感を除去しなくしますと
もうそこはもう全く考えなくしますっていうぐらい。これどうぞ一時的なもんですかね、そのプライマリーバランス凍結の。あ、これは一時的だと思います。やっぱりあの人たちはもう一回戻す。もちろん戻すと思います。ただそれはきちんと成長軌道に乗ってから戻すということになると思います。ただその時にいつ戻すかで成長軌道に乗ってからという議論が MMT の議論ですけど、そうでなければもう期間限定2年間とか、あるいは GDP が元に戻ったらとかってもっと早くやってしまうと、これは藤井先生は、はい、MMT 理論で、どんどん財政半期式でやるというのは、はい、ただしプライマリーバランスを凍結してやるって話ですが、はい、これは成長軌道に乗ったらばモラルハザード的な問題もあるからプライマリーバランスを戻せっていうのですか、先生。それはですね、私自身はですね、プライマリーバランスは永遠に廃棄がいいと思います。廃棄すべきであって、でその代わりにですね、インフレ率基準というのを設けてですね、インフレ率が 2% から 4% の間に収まっている限り適正であると。でこれを上回るようなことがあれば、あるいは 4% に近づいたらですね、財政でも少し絞っていくと。で 2% 下回るようになってくると財政でもちょっと上げていくと、拡大していく。湯加減ですな。そうですね、まさに湯加減を見ながら調整をしていくと。でできるだけその湯加減を調整することがないようにするために、所得税を厚くしておいて、法人税を厚くしておけばですね、インフレになってくると所得がみんな上がってきますから、自動的に累進性がありますから増税されます。で一方でデフレになって成長率が 1% とかになってくるとですね、みんな所得が下がりますから自動的に減税になります。この200万円以下の人は200万円以下の人は 5% ぐらいですけど、1000万超えるともう3割とか4割とかになってきますから税率が。そういう意味で湯加減を政治的意思でこう調整しなくてもですね、サーモスタットのように勝手に増税したり減税したりとかするメカニズムの入っている所得税を厚くしておくことが僕は得策だと思いますね。なるほどね。法人税も同じですけど、ね、うん、消費税に関しては、これ消費減税っていうのはもう僕の前から言ってるんですが、財政出動を伴わない場合はどれぐらいこれ効果あるんですかね。財政出動を伴わないで消費税を最大何の場合、莫大な効果があります。それでもある。めちゃくちゃあります。消費税だけもある。はい、めちゃくちゃあります。まずですね、これはもう簡単な算数ですけども、消費税を凍結するとその年次の実質成長率は何にもしなくても 10% 上がります。ん、10%? 10% 上がります。だって消費税 10% かかってますから。あ、そういう意味ね。物価が 10% 下がるんですよ。実際 9.数%ってことですけど、11分の1ですから、でそこがグッと下がります。だからもうそれだけで 10% ポンと上がります。実質 GDP は、実質値っていうのは物価で割り戻しますから。で物価が1割下がるってことですから、消費税を 10% 減税したらそれだけでも、要するに例えば100万持ってる人は今その100万円の中から10万円近くの、消費税分税金払ってる。9万円分しか買えないじゃないですか。ところが100万円買えるわけ。そうそう、そのまま全部買えるので所得が実際その分だけ上がったことになるわけですよ。同じ100万円しかなかったとしても財政出動なくてもこれだけでかなりいけると。間違いありません。でそれに加えてたくさん実際そのお金が使えるようになるので、そのお金が回るようになりますから、名目 GDP も上がります。名目 GDP が上がらなくても実質 GDP は 10% 上がるんですけど、減税をすると実際に買う量も増えますから、名目も上がる。名目も上がる。で名目も上がるし実質も上がるので 10% 凍結すればその年は十数パーセントは成長する。いけます。もう間違いないです。これもう算数上自明ですから、もうなんか1960年代とか70年代のようなことが起こるんです。なるほどね。でそんだけ一回好景気になればですね、お金が回り出しますから、次の年もその前の年の好景気の余波を受けて成長します。でその時には物価は据え置きになってますけど、名目 GDP が上がってきますから、そこからもういい方向にスパイラルがどん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 回ってですね、経済は瞬く間に成長していきます。中国なんかにも負けないですよ、消費税。中国に負けない。負けないですよ、あんな国に。別に消費税みたいなしょうもないことやってるから中国に負けてるだけであって、これゼロにしてですね、3年間だけでも放置すればですね、ものすごい勢いがつきます。3年放置。そうです。で今例えばですね、アメリカ軍のですね、太平洋司令長官が日本に対して軍事力を強くしてくれないと中国に僕たちと戦えないじゃないかと要請が来てるんです。
うん、今のままだったらそういう要請に応えることはできませんけど、消費税を 0% にすればですね、景気が良くなって税収も増えて、うん、税収どれぐらい増えますかね。税収はですね、当然だから最初30兆減ることになりますけども、ね、減りますけども、その30兆円分というのはものの数年で元に戻ります、うん、でこれはもう間違いなく成長していきますから、その成長していくことでどん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 、まあ、自然ですよね。そうです、税収をその増収、いわゆる GDP の拡大で税収を稼ぐというのは極めて自然なことだから。そうです、そうです。ちなみに 5% に減税した場合には15兆円しか減りませんけども、うん、15兆円が戻るのにはたった2年で戻ります。これはうちで計算したんですけれども、15兆円程度の税収増は2年間で元に戻ります。つまり 5% 今のテッパーを 5% にしたら、数年で戻ると。間違いありませんと。これを 10% まさにもうゼロ、消費税ゼロにしたら凄まじい、はいはい、凄まじいことになります。経典同値。そうです、もう世界中がびっくりするぐらいの成長が起きます。いや、ね、確実です。これはもうやんなきゃいかんですな。絶対やらなきゃいけません。やらないかんですな。絶対やらないかんです。そのためにも気合いを入れて、はい、もうあの藤井さんがいろんなところにメディアに露出してもらって、ガンガンね、はい、もう言っています。もう世論変えてるから藤井さんの言う通りだと。私はそう思ってね、だからまあ消費税をゼロにする、まあ、その上で財政出動っていうんだけど、消費税ゼロのインパクトは大きいですね。それだけでも莫大な効果があります。ぜひ実現いただきたい。そのために気合い入れて、はい、頑張ります、はい、ぜひお願いします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ先生立ってこれをこうありがとうございました。よろしくです。